人気 YouTuber、喧嘩で大怪我救急搬送と皿まみれ写真公開。今月25日、大V YouTuber のドラコ型ベシナニのドラコさんが生配信で、知人の喧嘩に巻き込まれて大怪我を負い、救急搬送されたことを報告しました。口元に大きなガーゼを当てた姿で登場し、当面の間、大V動画の撮影を休止すると発表しました。怪我の詳細は明かされていませんが、口元を10針以上縫う大怪我で、普通の食事も難しい状態です。視聴者からは心配の声が寄せられています。みんなの反応としては、ドラコさんの怪我を心配し、早い回復を願う声が多いです。少数意見としては、怪我の詳細がわからないことに困惑する声もあります。みんなの反応。ストック動画助かるね。知人の喧嘩に巻き込まれて最悪。手術成功してよかった。大食い動画見れなくて残念。知人の喧嘩に巻き込まれて最悪だよ。口元の毛が大変だね。早く元気になってね。手術無事でよかった。大食い YouTuber にとって口は命だよね。怪我の原因も気になるけど、本人の名誉も大事だね。早く元気になって大食い動画見せてね。喧嘩に巻き込まれて大変だね。大変だったね。早く治ってね。大食い動画待ってるよ。怪我の詳細がわからなくて困る。大食い YouTuber は口の怪我が命取りだね。口元痛そうだね。喧嘩止めるなんて勇気あるね。大食い動画待ってるよ。怪我早く治る。当チャンネルの意見として、ドラコさんが知人の喧嘩に巻き込まれて大怪我を負ったことは非常に不運であり、心からお見舞い申し上げます。手術が成功し、ストック動画があることは幸いですが、早期の回復をお祈りしています。